ブルーポイントはアイルランド生産、イギリス状況の競争場である。主な価値倉は2018年2019年のキングズスタンドステークス、2019年のアルクオススプリントダイヤモンドジュビリーステークス、2004年3月16日にアイルランドで誕生。同年11月のタタソールズ搭載場セールで、イーブはブラドスタックによって11万ギニーで落札されたが、 2015年10月のタタソールズ1歳、馬セールに再度上場され、当時ゴドルフィンの CEO を務めていた、ジョン・ファーガソンによって20万ギニーで落札された。チャーリー・アップル・ビー級車から2016年6月に、デビュー。2歳時から、G にジム・クラック・ステークスを勝利するなど、能力の変鱗は発揮していたが、ミドル・パーク・ステークス2着、デュハースト・ステークス3着など、 大レースでは前線しながらも勝ちきれないレースが続いた。3歳となった2017年は G3 を2勝するが、コモンウェルスカップでカラバッジオの3着、スプリントカップでハリーエンジェルの4着と G1 には手が届かなかった。2018年はドバイでシーズンをスタート。初戦の名団スプリントは2着としたが、最大目標のアルクオズスプリントは、 微出血のためレース直前に出走を取り消した。仕切り直しの一戦として、香港のチェアマンズスプリントプライズに挑戦したが急等立ての最下位に沈んだ。英国に戻り、ロイヤルアスコット開催のキングズスタンドステークスを制して、待望の G1 発制覇を果たした。しかし、その後は、ジュライカップ7着、ナンソープステークス三着と勢いを持続することは、できなかった。 2019年は、前年同様名団スプリントから始動し、小馬審査で勝利を収める。続くなどあるシバターフスプリントも制し、迎えたあるクオズスプリントでは、中段追走から直線で据え、足を伸ばして差し切り勝ちを収め、G1.2 勝目を挙げた。ドバイミーティング後は英国に戻り、キングズスタンドステークスで連覇を達成する。 そこから中3日の強行軍で2003年のショアジール以来となる同1年でのダイヤモンドジュビリーステークスとのダブル制覇に挑戦し後方から追い込んだドリームオブドリームスを頭さ振り切り優勝した2019年は無傷の5連勝と絶頂期を迎えていたがダイヤモンドビジュリーステークスの2日後の6月24日に引退が電撃的に発表されたアップルビー氏は もう十分我々に貢献してくれたので、最も油の乗った時期に引退させますとコメントした。結果的に上半期のみの出走ながら、同年のカルティエ賞最優秀スプリンターに選出された。以下の内容はレーシングポストの情報に基づく。2020年から父、シャマルダルもつなぎようされているアイルランドのキルダンガンスタッドで種ボバイリする。また同年より、 オーストラリアでもシャトルシュボバとして強要されることになった。ありがとうございます。